はい、こんにちは、原田農園です。今日は12月1日ですね。金曜日かな。ちょっと、まだ熱があるんで、ここら辺赤いですが、今日も頑張っていきましょう。はい、ほうれん草のハウスです。こちら見てもらったら分かるんですけど、水滴がたくさんついてます。中はですね、結構あったかくてムンムンしてます。あー、曇った。この状況でですね、発芽を、促進していきたいと思います。はい、ほうれん草のハウスでした。はい、こちらアイスプラントの、ハウスの様子です。こちらも、もう寒くなってきてるんで締め切ってますんで、中はあったかいです。外と比べてだいぶあったかいんで、レンズの方がちょっと曇っちゃいましたけど、見えますかね。結構大きくなってきました。まだですね、小さく葉っぱがなってきていないので、出荷はできないんですが、かなり大きくなってきたんで、そろそろ出荷できそうな感じです。あっちの方とかは、よいしょ、ここら辺は見えないな。ちょっと待ってくださいね。この辺は結構葉っぱがだんだんちっちゃくなってきているんで、そろそろ出荷できそうですね。はい、という感じで、アイスプラントかなり大きくなってきてます。こちらプレゼントキャンペーン、アイスプラントの種プレゼントキャンペーンでプレゼントした時に発種したアイスプラントです。こんなに大きくなってきました。プレゼントしたかされた、プレゼントした方、今の状況どんな感じでしょうか。よければですね、写真の方を送っていただけたら、また紹介したいと思います。はい、アイスプラントのハウスの様子でした。はい、こちらですね、ミニトマトが定食してあったところですが、ミニトマトの、木はですね、片付けました。周りにちょっといっぱい青いミニトマトが落ちてます。こちらですね、今竹パウダーと石灰、あと肥料を散布していますので、こちらを、管理機で、保温してですね、また、次は、そら豆かな、そら豆の、定食をする予定にしていますので、そちらの支度をしていきたいと思います。はい、こちらですね、育苗ハウスです。つらりスナック、あとはこちらは、こちらがそら豆ですね。そら豆を定食したところです。つるありさやえんどう、まあ、あとグリーンピースですね。あと赤いそら豆っていうのも、植えてますんで、こちらも、楽しみにしています。はい、豆類のですね、苗の状況でした。はい、今からですね、追肥ができてないところの、ブロッコリーの追肥を行っていきたいと思います。